どうも、あのチャンネルのリュウガです。ケイトです。さあ、ということで、はい、今日も誰かがいません、一人一人いません。脱退です、一人。まあ、脱退っていうのは嘘なんですけど、まあちょっと今日、リーダーがね、いないんですけど、今日は二人である企画をやっていこうと思います。題して道を人に尋ねて目的地までたどり着こうよの旅。イエーイ。ということでね、まあ、簡単に企画説明をしますと、はい、まあ裏方にね、ちょっとあるお店を決めてもらってですね、まあ僕たち2人はその店がどこにあるかも、どんな場所なのかも全然知らないんですけど、まあそこにね、町の人とかね、にね、ちょっとこの店知ってますかっていう風に聞いて、まあ、早くたどり着けた方が先が勝ちというね。先に勝ちということで、はいはいはい、遅く着いた方がおごりですよ。今日の晩ご飯もう7時なんでね、いい時間なんですよ。いいですね。19時デナーです。デナーですよ。デナーです。美味しいデナーですということでね、まあ4人いるんで、まあね、2つチームに分かれて、はい、チームっていうかね、2つの車に分かれてやっていこうと思います。じゃあやっていきましょう。店の発表は、あ、そっか、店の発表しちゃいます今まで脇腹にダメージがじゃあ、はい、気を取り直して、はい、店の発表をね、お願いします。お願いします。今日僕たちが行く店を、編集長、ライクステーキです。おー、全くもって分かりません。聞いたことはあると思うんですけどね、なんかライクステーキ、名前を聞いたことはありません、僕は。ただステーキ屋さんってね、いろいろ、まあね、限られてるよねでもそんなに多くはなくない、ラーメン屋ほど、多くはないけど、まあぼちぼちやっていきましょうか。じゃあ、それじゃあやっていきましょう。じゃあ、アンノンチャンネル、はい、ということでね、スタート地点の春日池公園にやってきました。はい、春日池公園からの目的地までの距離はこんな感じで今ここに出てます。はい、編集長が出します。編集長が出します、強制で。ということでね、ボトムステーキだっけ、ライクステーキライクステーキだ。ボトムステーキは2人で行ったところですということでね、ライクステーキに向けてこれから2人で別々で勝負になるんですが、はい、向かっていきます。じゃあやっていきます。よし、じゃあそれじゃあ進んでいきますまあ僕はね、やっぱ変な道を行ってもね、見つけれないと思うんで、まあ普段通るような道からね、攻めていって、で、まあところどころね、コンビニとか入って見つけていけれたらいいんじゃないかなと思ってます。ちょっと新街の方に行こう。新街、うん、新、あーや、あー、どうしようか。負けたくねえんよな。お金払いたくねえ。どうしよう。でも、新街にな、ステーキ屋さんなんかあるかな。ラジャしかない気がするんよな。ラジャ。なんだお前、アーニャみたいにてくれ。ラジャ、ピーナッツが好き。テレレレ、テレレレ、テレレレ、テレレレ。話すのに夢中になってな、この通り過ぎるっていうのが一番嫌だよな見てねえもん、店なあ、店見てないやろ。うん、そうなの、俺も全然見てなかった流れでマジでどうしよう、見逃しとったりしたら嫌だな。でもな、見逃したりしたらお前の反応で分かりそうなんやな、なんか。大丈夫、俺何も喋らんけ。ほんまに、え、てか持ち吉できとるやん。てかさ、うん、お前から見て俺らの YouTube どう？あ、もう忖度なしでいいよ。いや、こういうのはやっぱ正直に聞きたいじゃん、やっぱ。まあそうやな、俺はやっぱ知り合いじゃけ、うん、めっちゃおもろい。ああ、なるほどね、やっぱ身内が恥ずかしいことしてるよっていう。うん、じゃけめっちゃおもろい。なるほどな、うん、マジでおもろい。じゃけ俺会社の人にも勧めてるもん。ああ、そうな、うん、やるじゃん。うん、マジでおもろい。お前、ええ友達やじゃあ俺もお前にフレッシュだ。じゃあ YouTube での目標、え、
インタビュー今インタビュー何の俺なんか日本代表みたいになった気分や俺一番の思い出ってまで俺ら2週間しかない思い出全然違う目標よお前目標か、うん、どうしようかな道開けさすことかなお前コムドットやんとかお前突っ込めやんお前今日のその髪型のポイントは今日の髪型のポイント、うん、これなあれなんよちょっとイメージ的には最近流行りのスペインカールスペインカールうんあああるじゃんなんかちょっと外人チックな、あれをイメージしてあった、うん、なんでその髪型にしようと思ったなんで髪型にしようと思って、うん、な TikTok かなんかで、うん、ハバーツの写真が回ってきたよわかるカイハハフェルツあはいハフェルツハフェルツあのチェルシーのチェルシーの、うん、あれ見た時にお、こいつかっけえじゃんと思ったんよ、うん、顔が違ったわ顔が違ったわハローズとかで聞いてみようかなあの、いや、コンビニか俺、飲み物欲しいけ飲み物いるあ、買ってくれるんすかあわ買うよ、YouTuber ぞあ、かっけえお前、あ、でも人おるな、これ何人かちょくちょくあれあ、俺な、ちょくちょくウォーキングの人らが俺な、うん、ちょっと行ってみるか。じゃあちょっと、人に道を聞いていきたいと思います。じゃあ行ってみよう。いやー。出発が7時20分ぐらいでしょ。7時20分だな。もう19分過ぎたからな。俺何を喋るんだろうな。近くない？なんか。近ない？いや。大体場所を今想定したんだよいやなんかね大体でも俺方向音痴だけさじゃあとりあえずそこに行くよ今だとりあえずそっちに向かう俺の予想としてとりあえずの予想としてはあなんか三好方面だと思うよね俺あの三好町、はいはいはい、なるほどいや三好町の方だと思うんだけどなただなんか龍があそこボトムステーキとか言いやがってあそこボトムステーキだったかなとかボトムステーキが分からんけど俺もよく分からんのよ名前覚えてないんだけど、なんかあの、俺のイメージオレンジ色の看板な気がするんよね。違うんかな？なんかあそこな気がするんよ、俺は。いや、俺思ったことがあって、YouTube ってめっちゃ金かかるな。うん。まあ金かかる企画をしようと思ったらな。いや、でもなんか、教えてほしい。何の企画がいいんか。本当に。いや、福山はもう、あの福山ドームが一強になってしまったバス線があとあっちがあるじゃんいい話したのあー B パークか、うん、そうだ新しくできたのあれでも値上げしとった嘘100円じゃない100円でできたのに200円で16球ぐらいやってたよえ嘘100円で15球じゃなかった100円で12球ぐらいやったんうんてかめっちゃ上がってたガーッてやっぱちょっとあそこ絶対物価関係ないのいや限界みたいやろうな電気代かかりすぎたやり方がうまいな最初だけ100円でやってるもんこれさ、めっちゃ龍が同じ方向向かってない前の前龍がうん一緒ですねあ、龍が曲がったぞどっか行ったうんなんかあいつ左行かんかった左の左行ったであいつそあ、そっちから行く派そっちから行く派俺が目指してるところに左から行く派こう行くこう行く派じゃあねえとだってここ行かんよなマジで？全然違うとこ行ってる可能性ありけえな。あるよな。怖いもんな、俺ちょっとな。そうよ。全然あるけえな。多分俺、そろそろ K 顔出した方がいいと思うよ。早い。そろそろ見たいと思うけどな。なんか、トンネルの前の骨つき。あそこら辺に、なんかステーキ屋さんが1個あるはずなんよ。ああ、あるね。そこあれがボトムだったら俺ら終わりやボトムじゃないけどねいやこの辺にステーキあるやろ一個これはあるやついたついたついたぞおいライクステーキだついたぞおいおいついたぞほらあっとるやないかあっとるやんけあったわちょっとテンション上がったわ
確かに普通にあったわ。あったあったあったぞ。本当にライクステーキだよ。もじゃあさ、これさ、車通ってさ、これ冬が混ざってんだよ。あったよ、ライクステーキ。あったあった、ほんまにライクだったわ。一定だったな。開始13分、到着。これどうする、これやることない。めっちゃ気まずくない、これめっちゃ気まずくない。一回金子電話してみる。それあるよ。一回電話してみようか。でもその 目星のところ一回目ついた。いや、目星とかなんもねえもん俺。俺マジで何も、俺イメージ湧いてないけど、マジでただのドライブショルだけやけ今。まあ龍が先に着いた方が、あ、じゃあ後で着いた方が払いじゃけ、必死こいてやろうな。あ、必死こいたえ、俺それなんだけど。うん、あのマジで見当も俺一切ついてないけ、マジでブラブラしよる今。まあまあ頑張ろうや。頑張ろうや。じゃあとりあえず7時45分ぐらいに一回連絡取ろうや。あーいいよ、あーいい。うん、じゃあね。はーい。こいつあと1時間ぐらい来んわ。どうしようかな。ちょっとランニングを止めるのはしんどいな。ウォーキングぐらいの人がちょうどいいな。ちょっといいですか、道、お店聞きたいんですけど、はい、ちょっと今 YouTube やっとって、はい、お題でここの店に行ってくださいみたいに出されて、はい、それを道を聞いていってたどり、はい、早くたどり着けた方が勝ちみたいにやってるんですけど、はい、ライクステーキって店知ってますかね。わかります、名前は聞いたことあるんですけど。あ、名前聞いたんですか。ちょっと場所までわからん感じですかね。なんか大体どの辺だったみたいな。私は調べちゃダメなんですよね。そうですね、そしたらちょっとちょっと卑怯になっちゃうんで、ちょっとあれですね。なんか大体あの辺だったなってイメージとかってあります。でもこっちじゃなくて、はいはいはい、多分少なくともこっちじゃないです、こっちの町の方とか。ああ、なるほどなるほど。こっちの方が町の方になるんで。はい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 、なるほど。じゃあ向こうっすね、立ち町は。まあ町の方だよっていう感じですよね。こっちの田舎の方じゃないって感じですね。ではないと思います。了解です、了解です。全然、ありがとうございます。助かりました。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。全然チャンネル登録とか、あ、いいですかね。全然。いいですか、マジですか、マジですか。あ、すいません。ありがとうございます。申し訳ないです。頑張ってください。助かります。はい、ということで車戻っていきました。ね、あの後一人聞いたんですけど、ちょっとね YouTube とかに声を映すのがダメっていうことでね、ちょっと聞けなかったんですけど、まぁ、ちょっと場所変えてまた聞いていきたいと思うんですけど、うわぁどうしようかな。なんかそこの道をずっと向こうに行ってありそうな気もするんよな、この道を。この道を右に行って、右に行ったらある、ちょっと右に行って、うん、ガーって行って左に曲がるわ。ガーって行って左。うん。まあいっか、ちょっと人が多いけ、ちょっとカメラなしで行くか。そうやな。ちょっとお客さんに迷惑かけたくないけな。切ります。切ります。うん。はい、ということで今ね、さっき泊まったローソンでちょっと店員さんにね、ちょっとお客さんが多かったけカメラ回せんかったんだけど。聞いたんだけど、まさかの、わかりませんと。いやー、参った。マジで参った。やばいな。やばい。見つけたとき嬉しいやろうな、先だったら。叫ぶ叫ぶ。ミスターパーカージュニア。ミスターパーカージュニア。パーカーがに、あれ、叫べみたいな言わん。ん、かぶれ。あ、かぶれか。かぶれ。お前、そのミスはダメだよ。叫べって言うな、お前。ということで、コンビニで聞き込み調査していきます。2回目 ?2 回目。やべ、マジでわからん。ないな。ないそう。サイエンスホームや。あ、これじゃ。うわ、マジ？うーわ。いや、あったな、そういえば。マジか、あれか。わー、わかった、マジで。めっちゃあっけなく終わったな。うん。
マジか。はい、ということで終わりましたね。終わりました。負けました。私の勝ちですね。始まったのが多分7時半ぐらい、今9時半なんで約2時間ぐらい、素晴らしい戦いだったんじゃないでしょうか。激闘なんじゃない、激闘だったんじゃないでしょうか。これはまあ動画を見ていただいている皆さんは面白かったかどうかはね、まあまた分かりませんけど、まあ、判断していただいて。まあでも面白かったね、意外と面白かった。なんかね、意外とどこまでがここの長だよとか意外と分からんかった。ヒントもらってなんかね、分かりにくいよね。分かりにくかった、うん、まあまあそんなかんなでおごりです。はい、そんなかんなで橋本かんな。ということでね、橋本かんなおごりです。はい、炎上してください。ということで飯なんですけど、はい、9時過ぎたんですよ。店閉まっちゃって。そうなんですよ。ということでやっぱりでもお肉食べたいと、で空いてるお肉を探したところですね。空いているお肉まあちょっとね、ココスさんの方に来させてもらって、ちょっとそこでおごります。林おごります、はい、カメラマン2人いるんでね。そうですね、まあまあの金額、まあまたレシートでも貼り付けて、はい、その分おごったよっていう金額をね出しますんで、まあ K も金子も好きな分だけ食ってもらってね。マジで、はい、食べてください。一番金子が楽しみにしてるから、うん、初めてよ、このために来たんだけど。さっき車の画角でも撮りましたけど、人のお金で食う食べ物ほど美味しいものはないということでね、皆さん僕のお金で今日はランチじゃないね、ディナー楽しんでってください。そう、ねね、ここからはちょっと撮れないと思うんで、うん、またこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あとはコメントもね、どしどし書いてもらって、はい、やってほしい企画などあればまた書いてください、はい、ということで今日はこの辺で終わりましょう。それじゃあバイビー、バイビー。